はい、今日は東方アルカディアレコードのめっちゃ特徴的な仕様を使って検証企画。昨日まさかのリセマラ不可能が判明したが、端末は4つほどあるぬし、普通に別のスマホでアカウントは作れるので。検証、ガチャ前のフリーお絵描き、めっちゃクオリティ高く描けば。ミラクル式は起こるのかってことでですね。アホノンアニメの絵師、アニメーション制作ハルルンにお願いし、レイマリを描いてもらったぜ。これが今実際に描いてもらってる映像。最初はね、主が華麗にレイマリを描こうかと思ったけど、うん、秒で諦めたよね。この限られたスペース、消しゴム機能もない、線も太いという悪条件の中。よくこの絵心で最初は自分で行こうと思いましたね。おばあさんホラー映画の登場人物かな？なんて雑談して生きてる間に、どんどん私になっていってる。もともとね、こんなに半端なくうまいからね。右の絵、懐かしい。はぁ？このバナサもハルルン作で、右の芸術的シュガースポットは主作です。どうでもいいわお黙り。せっかくなのでね、最近アップしたけどあまり見てもらえていないバナサショート動画どうぞ。なぜそうなる？はい、そこの可愛くて美人なお嬢さん、ちょっといいかい？しょうがねえな、可愛くて美人だからいいですよ。なんですか、芸能界のスカウトの方ですか？いや、私がスカウトなら間違いなく声かけてますが。ふ、見る目あるじゃないの。ただ私はバナナ屋さんでして、お嬢さんバナナ、好きですか？普通に好きよ。それはよかった、いろんな種類のバナナ入荷してるんですけど、お一つ買っていきません。そうねえ、それじゃあせっかくだし一つ、もらおうかしら。いや、これバナナのマリサ屋さんじゃないけー。4マリサ怒涛のツッコミ。こう見るとマリサの立ち絵、いろいろバリエーションあるのね。で、おお、ここでついに完成レイムだー。はい、かわいい、これは紙引き間違いねえしょー。さあ、まずは虹色に光るか。はい、来たー。まさかのリセマラできなくてもここで目標だったレイマリ&遊戯確保もあり得ると期待しちゃったが、私はヤクモラン。まずは星さんのランさんでした。光様の式で見ての通り九尾の狐だ。話はゆかり様より伺っている。これからよろしく頼むよ。はい、さすがに星さんに前向きはならず10連目は終了。やっぱ最初の絵はね、当然ながら何も排出率とかには影響ないかと分かってはいたけども、やっぱ試してみたいんじゃ。ということでね、マリサもセットで描いてもらったのでもう10連。まあでもよく考えたらリセマラ普通にはできない条件の中、限りある30連の中で星さんのあったし2作屋さんゲットって、普通に良い引きよね。確率的に考えても 20% 以上の確率で星さん1枚も出ないパターンの。それな、ちなみに星さん2枚引ける確率はだいたい 47% ぐらいで、2枚とも推しの当たりキャラだからな。ってことでね、もうずっと前から鬼リセマラ頑張る覚悟してたので、ちょっと残念ではありましたが、切り替えて普通に昨日ガチャ引いたアカウントで進めちゃってます。まあこのマリサからのミラクル紙引き起きたらこっちに切り替えるかもだけど。さあさあ、マリサの方もだいぶ形になってきました。ワクワク。まだね、昨日から1回も10連で星さん2枚以上複数引きはできてないのでね。さすがにお目当て3体は厳しいにしても、この絵からの紙引き映像が見たい。ってことで行ってみようか、マリサガチャー。お願いします、動画的にも見せ場欲しいです。お願いします。バクチガチャはやめてね。はい、来ました、連続虹色からの。嘘ですやん。いや、星さんがたくさんいる中でこれはもうある意味ミラクルじゃねえの。ゆかり様の式で見ての通り九尾の狐だ。はい、まさかのピックアップでもない星さんランさんに連続。20連続で同じピックアップがない星さんから引く確率計算したらまさかのたった 0.09%。 ということで検証結果、主チャンネルアルカディアレコードでガチャガチャ。ハイクオリティで挑んだらミラクルランさん祭りでした。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。もしよろしかったら動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。